俺楽に楽な方楽な方で生きてきたからさいつかとうされるんじゃないかと思ってたけどそんなことないわ <laughs> かるすごいわかる、うん、意外と俺う自分の生き様で学んだ世の中正義が勝つなんてことはねえ、うん、それは理不尽が勝つそれはそう、うん、だから俺イブラヒムとか見てるとさ、うん、もっとずるく生きていいのになと思う

ームレスー僕でも言えなかった頃ならあるよ <laughs> <laughs> マジでマジマジマジあの状況してきたけど、うん、諸事情で家を失っちゃって諸事情で家を失う、うん、諸事情が過ぎるねまぁちょっとさすがに橋の下で暮らしてたわけじゃないけど友達に転がり込んだりしてなんとかなったけどああそのノリねうんまぁ、あ、でも言えなかったよなかなか精神状況あれだったけどまぁ、あ、でもなんとかなるよやっぱり<わ>だって うん、でで結局その橋の下で暮らすぐらいになるってことはそっからあと23回転がり落ちないといけないからまそうねあのいっぱいあるからさ足踏み外す踏み外しきる前になんとかなることはまあでも確かに思っている数段なんとかなるそう,もうな何しても大丈夫とまで言わんけど,言わんけど結構ね生きてるとね生きていけるんよ 生きてると生きていけるこれは勝ち意外とね俺も言えなかったなでもお前あなかったなこれ3分の言えないって体験してるあれもしかしてクズは家あったのふっといやいやぬくぬくだどんめマジで俺屋根あったわそれお前の人生ぬるいなぬるお父さんのぬるいやいやホントだ何にも羨ましくねえぞ レイド君何して言うしなったのいやなんかね、引っ越し先決めて、家を配役して、よし行くべっつったら、うんうん、まず契約始まってなかった。えぇー,えーっててバカおもろいね。おーってなって、ビビったんだよ。浮いたどうしてたのもう、夏へ家に帰った。家賃浮いたじゃん。まあ浮いたね。<laughs> 家賃浮いたけど、引っ越し台飛んだからトントンだった。あ、トントンか。そっか。うん よかったそうじゃなくて引っ越した後に無理って言われることあんのいやあったんだよねそれがそれお前まだ契約締結してないのに引っ越し出したから無理って言われたんじゃない <laughs> いや今勝手に家具を正確に言うとそうね, <laughs> うそうねいやでももうマジで引っ越しの準備とか進めて大丈夫ですかっ言ったらああもうこれもうほとんど間違いなく通るんで大丈夫ですって言ったら不動産がもしかしてやらかしたやついやあれはやったねマジで。 やったの？不動産なんだ。海苔不動産ね。そう